コペルニクス C4I コンセプト。米海軍 C4I システム再構築の基礎となったコンセプトである。空母打撃軍の内外に展開された情報システム。オプスとインテルの2系列があり、それぞれ空母艦上の軍司令部及び空母インテリジェンスセンターを中核としてシステム構築されている。本港ではアメリカ海軍が配備している C4I システムについて述べる。 アメリカ海軍の C4i システムは、作戦式系統と、情報活動系統の二つの系統がある。いずれも、ネットワーク中心の戦いコンセプトを実現するために、構築されたものであり、オプス系列とインテル系列の効果的な連携なくして、指揮官の健全な意思決定はあり得ないとされている。現在のアメリカ海軍 C4i システムの基本体系を決定づけたのが、 チェリー・オータトル・テ督クが1990年に提唱したコペルニクス C4I コンセプトである。これは全軍事活動の中核を洋上の作戦部隊指揮官に設定し、作戦部隊指揮所に設置されたジョッツ端末に作戦指揮系と情報資料系の2系統の情報を集中させるというものであった。このコンセプトに基づき、それまで用途や任務、 規模に基づいて別個に構築されていた C4I システムが作戦式系統と情報活動系統の2つの系統に再構築されるという現在ある形が成立したのであった。式系統のものは戦闘軍司令部指揮所、艦の戦闘指揮所に設置される。上級または下級指揮官の意図、そして敵に関する。 連続的な情報の伝達を担っており、端的に言えば、各海底の部隊指揮官の間で、共通作戦状況図、または、共通戦術状況図を作成することを、目的としている。COP とは、地形、気象、打ちなど、戦闘空間の状況とともに、そこに存在するすべての勢力について、その位置、兵力、状況、意図、さらには、 その脆弱点や戦闘力の要衝を表示したものである。大熊康行は C4 i 全体の中で COP の重要性は最上位であると述べている。一方、CTP とは、その時点で艦隊が知り得る飛害の戦術状況をリアルタイムで表示したものである。情報系統のものは、おおむね、統合インテリジェンスセンター、補充インテリジェンス表示区画。 間情報解析区画などの情報専門区画に設置される。敵に関するすべての情報報告を総合することによって導出される敵の可能行動を扱う。したがって、オプス系列の C4i システムは共同作戦を行う信頼できる同盟国に対してはしばしば解放されるのに対して、インテル系列の C4i システムが 他国軍に対して解放されることはまずありえない。アメリカ軍の情報ネットワークの4階層。JDN 上では NTDS が JPN 上では GCCSM が構築されている。戦略級の GCCS と作戦級の GCCSM は機関勘定の任務軍司令部のレベルで連接される。ありがとうございます。